GNU クラスパスは Java の標準クラスライブラリのフリーな実装を作るプロジェクトである。フリーソフトウェア財団の GNU プロジェクトの一部である。作成すべきライブラリは膨大だが、そのほとんどは完了しており、スイング、跳場なども含まれる。クラスパスでは J2SE1.4 及び5.0の全クラスをほとんど実装してきた。したがって、 クラスパスをビューズやエクリプスといった一般的な Java ベースのソフトウェアで使うことができる。GNU クラスパスはライセンス条件の違いがあるためリベジーシージと並行して開発された。現在では GPL を採用することで合意がなされ、両プロジェクトは統合された。GNU クラスパスはリンクに関する例外付きの GPL の条件下でライセンス提供される。 すなわち、オープンソースのフリーソフトウェアである。全員コードは、形式上フリーソフトウェア財団の所有となっており、その所有権は開発者たちとの契約上の義務によって、束縛されている。GNU クラスパスは、多くのフリーな Java 実装で採用されている。というのも、Java 仮想マシンを実装した際に、標準クラスライブラリーが必須であり、 GPL ライセンスとするには選択肢はあまりないためである。他に以下のもので使われている。GNU クラスパスの開発は5人の開発者が1998年に開始した。その後他のプロジェクトとの合併を何回か経験している。かつて GNU クラスパスは独自の仮想マシンを提供していた。クラスパスが 標準ライブラリーとして充実するにつれて、他のプロジェクトで利用されることが多くなり、仮想マシンが使われなくなったため、Java の開発は中止された。公式の Java 1.4 API のほとんどを実装した後、プロジェクトはバグ修正を主に行うようになった。2006年10月24日、1.4で最後まで実装されていなかった。 クラスナイトムルライターの実装が完了した。開発速度は2006年になって最高潮に達した。GNU クラスパスという名称は、ブラッドレイムクーンが初期の開発者、ポール・フィッシャーに示唆したものである。当時、Java のフリーな実装に3マイクロシステムズの商標を付与することを強いることについて、コミュニティには大きな懸念があった。クーンは、 Java のライブラリーの場所を指すドル、クラスパスという環境変数を名称に使ってはどうかと示唆したのである。ドルクラスパスは実際に使われる際に Java という文字列を含むディレクトリのパス名に展開される。したがって具体的に Java という単語を使わずにそれを連想させることができるのである。フィッシャーらはドルや全部大文字の名前を好まなかったため、 クラスパスに落ち着いた。プロジェクトチームには70名の開発者がおり、管理者が1名活動している。管理者は法律面の対応をし、定期的なリリースの実行と品質管理にも関与する。管理者は CVS へのアクセス許可も行う。他のプロジェクトとは異なり、GNU クラスパスには正式な階層構造がない。 技術的に可能なものが可能なことをしており、明確な分担は存在しない。コード修正はまず、ディスカッションリストに、パッチとして投稿され、問題があれば、そこで議論される。毎日、5件から8件のパッチ投稿がある。プロジェクトは独自のテストスイートを使っている。17万5000項目のテストが毎日実行され、公式の API と互換が保たれていることが、 確認されている。GNU クラスパスには、公式な Java API、ネームスペースにある、クラス群がある。これらクラス内で、ネイティブコードにアクセスする必要が生じた場合、少数の VM クラス群が使われる。VM クラス群は、本来のクラス名の前に、VM と付けたものである。VM クラス群は、他のコードとは分離して格納され、 プライベート属性とファイナル属性を付与される。これらのクラスのメソッドには、ネイティブというキーワードが含まれ、サポートライブラリーが必要であることを示している。このようなライブラリーは Java 仮想マシンの側で用意する。GNU クラスパスが接続できる Java 仮想マシンは、そのソースコードにアクセス可能で修正可能な場合である。例えば、 3マイクロシステムズの仮想マシンはこの条件を満たしていないので使えない。バージョン0.95以前、GNU クラスパスリリースでは2つのターボールがリリースされていた。一方はメインの開発ブランチであり、もう一方はより実験的なブランチである。校舎では、総称型、列挙型、アノテーションといった Java 1.5の新機能が追加されている。 バージョン0.95からは Java 1.5の総称型のような追加機能はメインブランチに完全に統合されている。Eclipse のコンパイラで Java 1.5のソースコードをバイトコードにコンパイルし、それを GCJ でネイティブコードに変換できる。バージョン0.95から GPL のオープンソースのハバッツで GNU、クラスパスのランタイムと コンパイラが利用可能となり、また GNU クラスパスのクラスライブラリーやツールや例をハバッツ自身でコンパイル可能となっている。GNU クラスパスはフリーでないライセンスのコードやフリーでないライセンスのコードから自動的に生成されたコードを受理しない。標準 Java API には omg.org ドメインのクラスが多数含まれており、これらは オブジェクトマネージメントグループがリリースした IDL ファイルから生成されたものである。これらのファイルは改変が許されていないためフリーではない。そのため GNU クラスパスでは OMG の公式仕様書を参照して対応するクラスを1から手で書いた。したがって GNU クラスパスのそれらのコードも他の部分と同様にフリーソフトウェアとして利用可能である。 ありがとうございます。